なんでモンスターがいるんだ。終わりだ。できていない犬め。あいつらで殺せぬのか。これでは総竜王に申し開きができん。ビルの外側にいるぞ。お助けに参上。
リストを殺せ！なんだ？女王様の仇！レム！ハルツ！マキナ？レム！大丈夫か？うん、ちょっと体が重いけど。そうか、よかった。そういえば、ここは？
何があったんだ。待て、それは僕たちじゃない。そうです、聞いてください。出せろ。ダメです。話しなさい。あなたの言、まずは聞きましょう。あの時のデュース、すっごかったね。たく、怒らせたら一番怖いタイプだね、ありゃ。あ、いえ、ただ必死だっただけで。とりあえず、デュースのことは信じたようですね。竜も信じると言ってるとか言ってたわね。そういえば彼女も竜と話せるようでした。それに私たちがした総竜王の部下の話にはとても驚いて興味を持っていました。そもそも総竜の王というのは天使である女王とは違い、今はそんな話いいんだって。で、少し逃走を助けてもらった。まだミリテス領内ですけどね。お、どうしたよ、どっか痛むのか。あ、シャキッとしろよ。そうやって上から偉そうに言うのはよせ。んだてめえ。ちょっとあんた、突然何言い出すわけ。誰があんたをここまで背負ってやったと思ってんのよ。俺のことは助けてくれるんだな。兄さんのことは殺したくせに。お兄さん？マキナ、どういうこと？クラスゼロが俺の兄さんを殺したんだ。お前らがいなければ兄さんは戦場を走り回る必要はなかった。兄さんが死ぬことはなかったんだ。それってスザク解放作戦の時かな。お前らにしてみれば名もないただの兵士かもしれないけどな。俺には違う。俺たちは上層部の作戦通り。いや、お前がそう思いたいならそう思えばいいけど、いくら僕たちを避難したところでイザナは戻ってこない。なんで兄さんの名前を知ってるんだ。そこまでです。マキナ、辛い気持ちはわかりますが、私たちは今大きな問題に直面しています。大きな問題？スザクと連絡がつかない。いくら呼びかけても応答がないんです。え、カリア院長やクラサメ隊長が無事ならとっくにスザクについてるはずだよね。わかりましたか。私たちには過去を振り返ってくよくよする暇はないんです。過去は切り捨てて先に進むしかないんだ。そのために僕たちは忘れるんだ、死者の記憶を。うるさい。そうやってお前らは兄さんを切り捨てたんだ。少し落ち着け、マキナ。まるで子供のダダですね。悲劇のヒーローがやりたいならミリテスに残って一人で存分に演じてください。あんたに何がわかる。マキナ、もうやめよう。今は少し休んで。マキナ、どこに行くの。少し周りの様子を見てくるだけだ。みんな強いけど、
それでも救えないこともあるんだよ。俺はレモを救ってみせる。絶対あいつらみたいに切り捨てたりはしない。マキナすぐ戻るよ。